で転々とする彼らは当然のごとく無頼の輩と化し、たとえ役人に追われることがあっても雇われ先に潜り込んでしまえばそれまでであり、ために街道の嫌われ者であった。やつも好き者よ。女と見ると見逃さぬわ。バカめ、あれは生き倒れの病女よ。俺は病女はごめんだ。慌てる小じきはもらいが少ないか。行こう行こう行こう。いかがなされた。はい、持病の尺が。何、尺？それはいかんな。と言ってこうしておったんでは体が冷えてますます悪くなる。借り出され。しばらく辛抱とされ、力は落ち着くだろう。そうだ、痛みに効く薬があったんだ。何をなさいます、ご無体な。急ぐことはないな。客の収まるまで待っててやってもいいぜ。年流の使い手、その上夫の渡部雄之進を刺し殺して蓄電して以来7年、わらわと夫の弟信を尋ねあるけど用として行方知れず、しかも殿から渡部家家門再興に行かせられし、仇討ちの期限も7年、この月のうちに本懐を遂げねば永久に渡部家は耐えてしまうのです。くし、俺を身代わりにしたって、そのカズという侍が生きていたら、カズ。たとえ生きていても、河津官兵衛殿は
蓄電した御領内に足を踏み入れるような武士ではないわ。それにこの土地は天領。それじゃこの雨、やっと分かりのご様子。天領なれば大会所の役人のご見分も至って簡単。わらわの持参せる仇討ち赦免状さえ見せればご証文は下される。ならばたとえ河津殿が現れても天領の役人の証文に立てつくは将軍家に立てつくも同じこと。この悪魔め、慎吾殿、早くとどめを。やっとおっとは、やっと。慎吾殿、早くとどめを。